嵐が訪れようとしている。空位となった帝国の玉座を大気が戦の気配で満たされる。邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。時に第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。じゃあ行きましょう、戦士ギルド。タリリリス。人をよこすって約束はどうなったの？私一人じゃ無理よ。ごめんね、ちょっと待ってね。これは黒い探検の一種。こんな人いたっけ？ホールへよく戻ったな。次に前線に向かうときは後ろにいる仲間のことも覚えておけよ。前のギルドマスターどうした？ギルドマスターのジョフニールは最近亡くなった。剣を手に握ったまま死ぬのだろうと思っていた。しかし彼は眠っている間に亡くなった。祖先からソブンガルデに呼ばれたのだ。老衰？みんなが彼の死を悼んでいるが、あらゆる色を見る者はすぐさま有能な指導者であることを証明した。あらゆる色を見る者ね。今のギルドマスターと、戦士ギルドは軍の一部じゃないのか？剣を振りかざすのはギルドに仕えている時だけだ。三つの同盟とは中立の立場を取っている。当然獅子の旗とエメリック王を信奉する者も中にはいる。だが全ての種族、全ての信念はギルドホールの傘下にあるのだ。じゃあ戦争には関係してないと、いいことだね。これはアームズマンのルーカス。全て勇敢な戦士のための素晴らしい品々だ。ちょっと見てみろ。何がおられるの、戦士ギルド。武器、あ、訓練の特性ついてるね。ああ、なるほどなるほど。じゃあこれで、ね、ゲーム始めた人ここから買ってみたいなことしてもいいのかもしれないね。まあクラフトとかね、自分で作るのちょっとね、後にしている人は、まあここで手っ取り早く武器買ってしまうのもいいね。あらゆる色を見る者いた。これは冒険者年間第2番。なんか下にない第1番。そういうの見ていこう。そしたらすぐ終わっちゃうよ多分。なんかない。これはこれだ、冒険者年間第1番、見ていきましょう。ナイフのスコルド長。あいつ本書くの？もしお前が俺のようなものか、よく理解できるが、もしお前が俺のようなものか、よく理解できるが、俺のようなものになりたい場合、お前には人々が求めることを成し遂げる才能があるはずだ。より重要な点もある。お前には人々が金を払いたがる才能があるはずだ。ここ最近我々のようなものに対する需要は高くなっている。そのため、俺はわざわざ時間を割いて最高の助言を与えることにした。なぜかって。希望しても仕事を全て受けるわけにはいかないからだ。そしてこの本を、売る復讐には悪くない。もしこの本を盗んだなら支払いに行ってこい。
絵本を貸している蔵書庫なら話は別だ。盗んでしまえ。それで終わり子だ。たかりやめ。ということで。クラフトの依頼。あ、いろんな、なんかこう、仕事の仕方を教えてくれてんのか、これ、うん。クラフトの依頼。俺は家事の腕ではナイフと呼ばれないが、仕事の合間で町に、仕事の合間に町で過ごしているときは、掲示板を確認するようにしている。依頼を受けて、ちょっと、土を振るい、支払いを受けて酒場に行く。簡単に儲かる。これ、あれだね、これを読んでいったら、どうやってこのゲームで冒険していけばいいか分かるみたいなことなんかな。ギルド。しっかりした仕事を受ける最も簡単な方法はギルドに加わることだ。連中はそのために存在している。明らかすぎて本に書くのがバカバカしいと思うやつがいるかもしれない。年間ってのはあらゆることを書くんだよ、バカ野郎。もうちょっとあるだろう、書き方が。問題を暴力で合法的に解決するのが好きな場合は戦士ギルドに行け。連中はタムリエルのどこにもギルドホールを置いている。俺は不法な殺人を許容しないが、闇の一党があらゆる殺人依頼を受け負っているとは聞いている。お前は血生臭い仕事は好まないかもしれないが、金は好きだろう。家庭の話だが、闇の仕事を管理している盗賊ギルドがあるらしい。もう一度書くが、年間はあらゆるものを網羅しなければならない。魔術師ギルドは閉鎖的だと思っているかもしれないが、連中も仕事を頼みたがっている。魔法が使えなくても訪れてみるといい。ほとんどの都市に存在している。もし大物を狙っていて常識が足りない場合はアンドーンテッドもおすすめだ。連中は大きな町に、遺留地を置いている。奴らが手放そうとしている宝はレッドマウントインよりも高く積み上がっている。もしお前がそれを手に入れるために信じがたい難題をこなすならだが。戦争。三軍は決して戦争をやめることがない。同盟で運を試すなら、白ディールと帝都に向かって戦いに取り込め。大量の戦利品があるだろう、勝者には。敗者にはない。そして戦争に引き裂かれた地域では、人々が他よりも助けを必要としていることを忘れないように。仕事を引き受けるかどうかはお前次第だが、常に助けを必要としている町がある。注目地域。冒険者を特に必要としている場所もある。俺がロスが訪れたのは故郷に似ているからじゃない。オルシニウムは荒野を、平定するため、荒ごとが、得意なやつを、特に求めている。それから簡単に儲かるとは言い難いが、クラグローンはとんでもない場所だ。時間の半分は星が降っていて、残りの半分は宝が降っている。なるほどね。町から出ても、掲示板の確認は忘れないように。少なくともゴールドコーストとヒューズベインでは、忘れるな。賞金首とその他のあらゆる奇妙な仕事が問題を自力で解決できない人々から掲示板に依頼されている。で最後に、以上だ。この仕事を忙しくする、全ての方法を書いた。こいつを毎日やれというつもりはないが、望むなら毎日やれる。それから睡眠はそんなに大事じゃない。この本を一度買ってそれで終わりだと思うな。物事は常に変化する。変化した時ナイフのスコルドはそれを書き留めるだろう。金を貯めておけ。チップは歓迎している。なるほどな。ちゃんとでも教えてくれてはいるね。その、このゲームをどう遊んできゃいいかみたいなね。これは王国主行方不明者。閣下。地元の住民から行方不明者が出ていると、未だに報告を受けています。行方不明者の、家族数人と面談しましたが、共通の特徴はまだ分かっていません。この件全体がなんとなくおかしい感じがします。私たちはこういった事例の追及を、講演なしでは行うべきではないと認識しています。ですので、この件については、あなたの手に委ねさせていただきます。この地域で貴族が一人でも姿を消した場合は、調査を最優先させるつもりです。八大臣のご加護。レジネナイテ。レジネナイテ。レジネナイテ。ブレトンか？そんな感じしないけど、名前からして。ちょっとなんか他に書物ないかな。ないか、ないな。こっちはない。こっちもないね。上の第2番見るか。どこにあったっけ、第2番。これだ。またナイフのスコルドか。うん。
またあったな。2冊目を書くほどネタがあるわけないと思っていただろう。もちろんそいつは間違いだ。今書いてるんだからな。次世代の肉人形たちを教育して金を受け取る機会をこの俺がみすみす逃がすはずもないだろう。あ、なんか地域の話をしているな。あ、これはそういうことなのか。これあれだね、拡張パックとか DLC とか出たタイミングでナイフのスコルドが書き足しててなのの、ほら、バーデンフェル、クロックワークシティ、闘技場は何だろう。闘技場わかんないんだけど、バーデンフェル、この埃っぽい岩とキノコの山は優れた傭兵に、極上の機会を提供してくれる。神々と死んだ神類について頑固なダークエルフに我慢できれば、ビベクシティの司法の館で彼らからいい仕事をもらえる。それから、トレイランに、この前のカードでイカサマした時の歌詞が俺にまだ残っていることを伝えてくれ。クロックワークシティ。いいか、俺はこの場所が存在すると言っているわけじゃない。だがそう言ってるやつを知ってるんだ。もし中に入れれば、不気味な地元の連中には対処する、暇がない仕事がたくさんある。あるいは奴らが興味を持たないだけかもしれん。俺にはどうでもいい。人々は俺たち多くをいつも見下しているが、誰かの頭を叩き潰してほしいときは喜んで財布の紐を緩めるのさ。腰抜けどもめ。闘技場。待ってました。最近開かれた新しい闘技場について聞いてるか？最高だぜ。アクション、流血、殴り合い、そして勝者が全てを手にする。とにかく負けなければいい。最高の相手と戦わされるんだ。そして最悪の相手、最悪の中でも最悪の相手だな。闘技場を逃げ回りながら剣のどっちの側を、相手に向ければいいのか考えているようなやつを見たことがあるか。あんな雑魚どもが装備を身につけられるだけでも奇跡ってもんだ。それから俺はいつでも、それから俺はいつもピットデイモンにかける。あ、なるほど、バトルグラウンドの話してんだこれ。簡単に儲かるぜ。チームにアルゴニアンがいなければだがな。水中に潜る競技はないし、へえ、これで終わりだ。今回俺から引き出せるのは以上だ。スコルドが次の仕事を探したら、次はもしかするとすごい知識と経験を披露してくれるかもしれないな。とにかく俺と同じ仕事をしているときは仕事の邪魔をするなよ。愛嬌を振りまくな。お、それからさっさと消えうせろ、負けぬとも。この人はあんま本書かない方がいい。敵が増える。さあ、じゃあ話しましょうか。ええ、必要としていたのよ。一緒に戦ってくれるわね。具体的な話を聞かせてくれないか。ギルドは珍しい契約を受諾した。デイドラアンカーが空から落ちてきた時、我々が除去することに同意したの。どこに現れてもモラグバルの手先がすぐ後に続いてくるでしょう。なるほどな。何をすればいいんだそれで。こうしている間にも私の二人のガーディアンが噂されているアンカーの地を調査している。メリックとエリフはギルドの最高の戦士よ。ダガーホールの外で合流して、そこから先へ進める。なかった、何とかしよう。あなたが川の流れを変えると分かっていたわ。彼らはリバーデンフォールズで周囲の荒野を調べている。言っていた契約は誰からの依頼なんだ。強力な後援者よ。彼女は怪物に生活をめちゃくちゃにされるのが嫌なの。なるほどね。後援者は信念のためにゴールドを提供する。我々は彼女の大義のため力を提供する。なるほどね。確かにお金持ってるよね。ねえ、とあるダンジョンにすげえ金銀財宝が、あの山のようにあるエリアあるでしょ。どこでそんなん手に入れてくんだろうか、わからんけど。デイドランカーについて教えてくれないか。コールドハーバーの職種よ。ニルンまで達している。モラグバルの手先は彼を称えて闇の祠を建て、そこに恐怖をもたらす。この契約の報酬はいいわ。この苦境の時期には焦点を絞らないとね。焦点？ええ、私はギルドマスターになったばかりよ。師であるジョフニール・アイスブレイドの死はギルドにとって辛いものだった。メンバーに慕われていたから、うん、川が彼の魂を望む場所へ運んでくれるよう願っている。なるほどね。メリックについてもっと教えてくれないか。誇り高いレッドガードの最高の戦士の一人で、ステンダールの使者よ。
メリックの正式な肩書きは毅然なる戦いの角笛、タムリエルに手を出すオブリビオンの者と戦うことを誓っている。なるほどね。エリフは彼女は何者だ？ギルドがあらゆる種族を受け入れることの証明、カジートよ。彼女は毒舌で曲がった剣と同じくらいの被害を与えられる。無口で失礼な時もある。でも狡猾な戦士よ。なるほどね。その二人を助けてくればいい。そこにいる人がウィルドの木の腐敗した霊魂を倒したのだ。私のこと言ってるのか？確かにな、だいぶ前だけど。やってる？終わったんか？エリフ。この虫はエリフをがっかりさせた。大して戦えやしない。のんびりした喋り方するね、お前は。ステンダールに感謝を。ギルドに入っているのか？あらゆる色を見る者に依頼された。大丈夫か？神々が望むのならば。虫の教団に隙をつかれたが、血で償わせた。かっこいいよ、俺来てるね。あらゆる色を見る者は契約の説明をしたか？我々が探しているものについては。ああ、ここにデイドラアンカーが落ちてくるかもしれないと言われた。その通りだ。我々のおかげで当分ここにアンカーが落ちてくることはない。私は移動しよう。ここから北にあるアルドクロフトの近くから連絡があった、うん、こちらはどうすればいいんだ？こっちだ。歓迎するよ。エリフは我々の新たな友人と一緒にいてくれ。お前たちはここの遺体を調べて何か注目すべきものを探すんだ。仲間に会えて嬉しかったよ。こちらこそ、メリック。なるほどね。メリックたちが倒したものをちょっと調べるのか。虫の教団の信者。何手に入れたんだ？クエストアイテム、ドワーフギア。ジェッセンからの破れたメモ。主よ、彼の居場所は分かっています。忌々しい闘神者は戦場から取り除きます。仕事が完了したら島の塔に戻る予定です。忠実なるジェッセンより。なるほどね。誰のことを探しているんだ？うん、痛い。無駄なあがきね、クズめ。どうしよう。レッドガードの魂はモルトゥームビビカスの糧となるでしょう。モルトゥームビビカス。お前に止める術はない。息つきよ。あれは何なの？知らん。モルトゥームビビカス、なんか聞いたことあるな。あの原始ドレモラの女はメリックのことを言っていたの？メリックのこと言ってた。どうしてあいつはあの哀れな仲間を欲しがるの？あれは何だ？エリフには分からない。彼女が誰であろうとギルドの仲間ではない。メリックにとっても。彼の魂を求めていると言っていたぞ。そのようね、うん、この者は彼の魂にどんな価値があるのか判断しかねる。優秀すぎてうぬぼれているしね。毒舌だね。同じように彼にも警告しないと。ギルドにも。エリフはメリックの後を追う。あらゆる色を見る者のところへ戻って、あなたが見たものを伝えて。さあ、分かった。急いでダガーフォールに戻って、あらゆる色を見る者に知らせないと。分かった、頼むぞ。話すと。ずいぶん早く戻ったわね。メリックとエリフが信者を止めた。しかしドレモラの女性が、ドレモラの女性の幻影が現れた。ドレモラの原始。そう、これは水を濁らせるわね。モラグバルの勢力は私たちよりも多くのことを知っているはずよ。彼女は何と言っていたの？モルトゥームビビカスについて話していた。何かわからない。私もよ。興味深いわね。他には何か言っていた？レッドガードの魂を奪うと言っていた。メリックを狙っているのかも。メリック？鱗が乾くような話ね。彼らのところへ行って。エルフとメリックは有能だけど、デイドラは何をしてくるかわからない。アルドクロフトの近くで彼らを探して、力を結集してこのビビカスの調査をしましょう。それが何であろうと。わかった、マスター。
メリックとエリフを探す。どこにいるんだって。アルドクロフトみたいなこと言ってるけどな。これだ、うん、これだね、うん、この辺り。いた、エリフ。戦いへようこそ、エリフ。せいぜい気をつけることね。うん、愚か者め、モラグバルの力に勝てるものか。おい、後ろからか、お前。よいしょ、よいしょ。たわいもない。終わりか。無駄なあがきはよせ、上妙の者よ。主にはこのレッドガードを使う考えがある。レッドガードを使う考えがある。主って誰なんだ、まず。やるわね、小さな戦士。だがまだまだ続くぞ。よし、もう遅い。彼は見つけた。レッドガードはこちらのものよ。メリックは他のデイドラを追っていたわ。後を追って、彼女に奪わせないで。わかった、大丈夫か、エルフ。で、どこにいるんだ。ここね。あの人ももしかしたら同じ目的かもしれないぞ。同じとこに向かってるな。これで最後だろう。いた。ああ、メリック。さあ、主はあなたの純粋な魂を必要としているの。どこに連れてった。名誉に思いなさい、メリック。ねえ、何が起こったの。連れてかれた。どこへ行ったの。どうしや、あんな弱き者がメリックのようなものをさらうなんて。彼らはどこに行ったんだ。エリフが知るわけないでしょ。あなたの後ろにいたのよ。あらゆる色を見る者待つか。ギルドを先導していると言っていたが。ええ、そうね。彼女は英雄的なギルドマスター。待つ必要はないわ。あなたとエリフにはこれを理解できる賢さがある。これはあなたが見つけた信者のアイテムよ。あの女は誰だ。誰がメリックを誘拐した。ドレモラが彼女の幻だと気づかなかったの。彼女の名前はドシア。実際はかなり傲慢よ。知り合いなの、うん、このメモには島の塔とある。エリフはこれはダワーストーンのことだと思う。ダワーストーン。ダワーストーン貯蔵庫、古代の帝国軍の塔、沖にあるわ。そこでメリックを探して、エリフは英雄的なギルドマスターを見つけて、もっと援軍を連れていく。分かった、彼を探そう。幸運がその足につきますように。見つけたもの、見つけた他のものについてどう思う。どちらのこと。ギア、それとも異物。ギアについて教えてくれよ。じゃあ、古代のもの、ドゥエマーね。ところどころすり減っている。他の構造物の一部に使われていたもの。匂いはある意味では新鮮ね。しばらくの間遺跡から離れたところにあった。もっと何かわかるかもしれない。のんびりしてるな、お前。異物については、荒い作りね。小さな指で形作られている。ブレトンの女性、ウッドエルフかも。粘土で着色されている。この地域ならブレトンの可能性が高い。灰の焦げた匂いがする。暖炉か釜の近くで作られたものよ。自分のことを話してくれないか、エリフ。エリフは自分のやり方で進んでいく。自分のやり方でギルドを助ける。ただのカジート。デューンの町出身よ。あ、デューン出身なんだ。このものはあまり重要な人物ではない。そんなことないと思うけどね。ダワーストーン、これか。見えてるじゃない、これだ。ここに行けばいいのか。
これは？ああ、ここね。まだ燃えてんだ、あの船。これだ。おっと、ジョフにいるアイスブレード、あれ、こっちに来てくれ。前のギルドマスター。どう、何者だ。私はジョフにいるアイスブレード、戦士ギルドの元ギルドマスターだ。口を挟まないでくれ、長くは話せない。ロシアは島の地下にある貯蔵庫にメリックを連れて行った。主人の闇の計画のためメリックの魂を引き出している。なぜあなたがここにいるんだ。私は言えない。なんで。残された時間は少ない。メリックを助けるんだ。デイドラを止めろ。モラグバルの信者に気をつけろ。わかった。なんで現れたんだあいつ。ここだな。これか。敵がいるわけじゃないか。ダワーストン貯蔵庫。偉大なるデイドラにとってスキャンプは使い勝手のいい召使いだ。スキャンプは手先が器用なため、物を運んだり操作したりすることが得意な上、戦闘ではその高い知性を駆使して何とかかんとかだ。最後まで読めず。無垢な魂だ、どうしやよ。失敗は許されん。どこに？なんかこういうとこで本とか読めませんか？開いた宝箱。なんか雰囲気のある場所だな。盗賊の根城みたいな。あ、ちょっと待って。トランク。カジートの机。なんかやられてるな。あんたに勝ち目はないよ。いた。さあ。遅すぎたわね、長領の者よ。奴の魂はモルトゥームビビカスの糧となる。なんなんだモルトゥームビビカス。お前の魂も使ってやる。おっと。収穫者。なんかメリックかっこよくない？光が差し込まれてかっこいいな。回復しよう。もうちょっと話を聞きたいから回復しよう。あれ？失敗したな、どうしやよ。大丈夫かメリック。ステンダールよ、頭が。大丈夫か。危なく彼女にやられるところだった。綺麗だな。ありがとう。大丈夫なのかそれで。回復するには少しだけ時間が必要だ。お前が来ていなければ。大丈夫だ、ステンダールのおぼし飯があれば。魂が欲しいと叫んでいたようだが。彼女が偽りの王と話すのを聞いた。モラグバルか。モラグバルは何らかの邪悪な計画のために魂を採集している。特に信心深い者の魂に興味があるようだ。これからどうする。そのテーブルにある書物とメモを取ってくれ。彼女は自分の主と話した後走り書きをしていた。
この計画についてもっと知ることができるだろう。そしてモルトゥーム・ビビカスの正体がわかるかもしれない。取ってくれ。そうしたらここから出よう。わかった。ちょっとあれだね、時間軸的にはやっぱりメインクエスト終わる前にやった方がいいね、戦士ギルドはね。これか。なんか他にもあるな。モルトゥーム・ビビカスに関するノート。ダークマスターの計画が判明したので、彼が大切にしているこの武器についてもっと知ろうと試みた。過去の記録によれば、モルトゥーム・ビビカスは我々の主とマスターから長く忘れられている町の不敵な王への贈り物だった。不敵なしもべたちはもう少しで偉大な、事業を成し遂げるとこだった。大きな損失と永遠の恥のせいで、愚かな者たちは我々のマスターが用意した簡単な任務さえ完了できなかった。彼はタムリエルからビビカスを引き上げた。信者にとっては敗北だった。もしマスターの計画は成功していたら、彼の側にたくさんの味方がいたら、偽りの王のしもべたちは、普通の王や女王のしもべよりもずっと強力だったろう。本当にタムリエルはマスターの炎で燃えていたかもしれない。何の話だ。ロシアの日記。メッソンチャンプブッウォーターゴンブレイトンロンネロエスタサレッチャネソンエシャフローダチエラミエンチャジェカフォクラムポスプラントパーソンダルバーキューマイヤーナブスティルソンズハッチチノゾデルスドットオステロヌグドザダンベキングクロゾンウィルソラフオンソベンランシーエイリサンザボンプロアジアンネロイデケクレンチバーネスパグネジャムソンポウェルパーナピースペル。なんだこれ。なんだこれやおい。何語だよ。まず全部読んじゃったけど、これもういいか。もうなんもないかな。戻ろう。なんかなかった。なんもないか。あれ？あら、みんないるな、戦士ギルド。メリック、大丈夫か？あそこから出られてよかったよ。あの獣から守ってくれたことを、ステンダールに感謝しよう。あとメリディアンにもな。生きているのね。この者は驚いた。思っていたより強いのね。よく言われるよ、思っていたよりも強いって。我が鱗を照らす太陽よ、メリックを取り戻してくれたわね。彼は白術師に囚われていた、モラグバルの信者だ。モラグバル、奴が聖なる太陽に焼かれますように。高潔な戦士を殺すためにアサシンを送るなんて彼らしいわ。卑怯者の武器よ。モルトゥーム・ビビカスと呼ばれる者のために彼を必要としていたようだ。この日記とメモを見つけた。モルトゥームビビカス。何？それにこの落書きを理解できない。まあいいわ。私も読めない。この走り書きを解読するには時間がかかるけど、最も優れた書記に当たらせるわ。他に何かできることあるか。あなたは今日ギルドに大変な貢献をしてくれたわ。将来共に戦えることを楽しみにしてる。日記から何か情報を得たときはあなたにも伝わるようにしておきましょう。なんか急に話し方変わったな。まあいいだろ。川を下って探しに行くわ。日誌を解読したらすぐに知らせる。ギルドマスター、少し質問してもいいか。もちろん。報告でしょ。賢い選択ね。いや違う、島で亡霊を見た。前のギルドマスターだと言っていた。ジョフニール。ああ、ジョフニールだ。彼が川の下に進んで私がこの職に就くようになった。彼は何と言っていたの。メリックがどこかにいるか教えてくれた。急いでいるようだった。興味深いわね。
この亡霊について調査できないか、魔術師ギルドにいる仲間に連絡してみるわ、うん、私なら歩く死者にはできるだけ近づかないわね。日記を解読するのにどれくらいかかると思う？長くはかからない。あなたが信者の装飾品を見つけたとエリフから聞いた。見つかった装飾品とメモでうまくいけば翻訳作業が開始できる。なるほど。じゃあまたその時。というわけで一つ目のクエストがこれで完了だね。話しかけれるのか。あら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 どうも。あらどうも。あらどうも。あらどうも。ん？ん？じゃあ、うんじゃない。みんな女性だな、しかもなんか女戦士たち。